よし、いい感じじゃない。作戦計画概要をご説明します。拡張作戦、最終作戦海域、作戦要項です。本作戦海域は連合艦隊編出撃よ。さて、どう出てくるかしら。さあ、砲撃戦開始するわよ。千歳お姉のバイクは一緒に飛ばせたいわ。でも、すぐに動く気がします。弾幕です。よし、艦隊の頭脳と言われるように頑張りますね。私ですか？いやだ、困ってしまう。さあ、砲撃戦開始するわよ。艦隊の頭脳と言われるように頑張りますね。これが従来総監の実力ってやつよ。あー、よかった、活躍できて。さあ、砲撃戦開始するわよ。千歳お姉のバイクを一緒に飛ばせたいわ。でも
艦隊の頭脳と言われるように頑張りますね。他の皆さんの努力の結果です。皆さんを褒めてあげてくださいね。提督、おめでとうございます。全作戦海域の攻略に成功しました。当然下までです。作戦特別な成功です。なんて春菜にはもったいないです。これが従来相関の実力ってやつよ。あー、よかった、活躍できて。総型戦艦姉妹、妹の方山城です。
あの、不相姉様見ませんでした？セイラン運用のために生まれた囲碁潜水艦イッチュウヨンよ。いいよ、イヨって呼んで。提督、よろしくどうぞ。作戦完了。艦隊起動します。戦果をご確認されますか？囲碁潜水艦イッチュウヨン出撃します。抜病。もう、あんまり格納庫触っちゃダメ。イオを呼んだ？なーに？イ13型潜水艦、その2番艦、イ14よ。戦略運用を目指す潜水空母艦隊を構成するために建造されたの。生まれた時にはもうそんな状況ではなかったけれど、631空の青鸞隊と共に実戦で活躍することはできなかったけど、あの戦局の中で光作戦を成功させたんだから。潜水空母 E14、 そして姉の E13、 覚えていてね。